これ抑制トマトで品種はアニモですねが割ってます。まだ1段目、今2段目ぐらい。苗木は TTM っていうのとね、あとキングバリアっていうのかな、それで割ってます。全部2本立ちで割ってます。はい、今年はね、やっぱこの暑さで今花が咲いてるところがね、多分つかないと思うんですね、なかなかね、玉がこの暑さで。だからそこがちょっと今苦労してるところなんですけど、でこれずっと来て上来たら今度 U ターンさせてこっちにこう下ろす。ああ、そうなんですか。できるだけこう斜めに行って途中からこう U ターンさせちゃう、はい、こっからここに引っ掛けて、それでこの秋まで このこっちに出たやつで取るんです。そうそうそう。でもこれ一本の苗木で全部その止めてこう U ターンさせていくんですか。そう、いやすごい数。まあ、2本立ちだよね、1本から2本にしてあるの、これは。ああ、なるほど。前は自分で全部一冊なんだけど、今はもう全部買ってんの、前は。もう間に合わなくて。はい、うん、作ってたのも、うん。あ、もう全部花がね、実がつく場合もある、時もある。うん。でも今暑いからつかないよ、これ。もう。多分2、3個しかつかないと思うんだよな、もう暑いても。それで木が細くなってくると、もう勢いがつか、なくなってくると絶対つかない。うん。これ防除は週1ぐらいですか？え？防除は週1ぐらいで。そうそうそう。消毒はだいたい週1回ぐらい。肥料も毎日。おお。このハウスとかは、どんぐらいで交換したりするんですか？あ、ビニール？はい。フィルムは10年ぐらいは持たせてる。10年は持たせてる。ここは10年持たせてる。はい。ですよね、これ。張り替えるのも自分でできないですし、いや自分でやるね、これ自分で。そうなんですか。これが簡単なんだ、このパイプハウスは。別に誰だってできるよね、みんなやってる。いやー、そんなの簡単だよ、うん、線がついてんだもんだって真ん中に、うん、確かにそれに合わせて立ってて、あと輪っこ止めちゃうだけだよ、あれで、なんだっけ、ビニペット、ビニペットで、このここはこの愛知県仕様で、こうパイプがこう振ってのあるところね。あ、違うんですか。脇にこの腰のところに太いの入ってんじゃん。あ、これ違う。これはこの壁に強いんです、それが。そうそうそう。で、ここに一本こう入ってるでしょ。はい。なんかこれ愛知県の渥美半島の方行くとみんなこのパイプ入れてるんだよね。もっと太いの入ってる人もいるって言ったり。アスバパイプ。うん。これだからこのパイプの風にはすごい強いんです。よくここを開けたら多分行けなくなるんじゃないのって言ってるよね、うん、東北が結構もうなくなりましたね。茨城町の花輪正樹と申します。作ってるのは、トマト、大玉トマトですね。農業始めて、今年で22年ですかね、はい、トマトなんですけども全部で、合計で120R
130あるですね、130あるぐらい作ってます。で、従業員は外国人研修生が今4名いますね。で今ちょっとコロナで、あと2名本当は入ってくるはずなんですけど、今ちょっと入ってきてない状況ですね。あとは僕の父親が一緒にやってます。はい、私高校卒業してからは、まあ、普通に就職しまして他で仕事をしてたんですけど、まあ、30手前28ぐらいの時かな、まあ、結婚してその時にそのタイミングというかその時に就農したんですけども、はい、それでまあ現代に至るって感じですね。はい、まあ、就農するきっかけになったっていうのも、まあ、うちでもともと農家だったっていうのもあるんですけども、まあ、トマトの方がですね興味もあったし、この地域でも、まあ、結構なかなかそのうちの父親はこう上手な方だったっていうのもあって、まあ、そういうのもね刺激を受けて、まあ、きっかけになったと思います。やっぱり外で働いてる時はそれは給料もらえますからね、心配ないっていうか、まあ、計画も立てられるっていうのもあるし休みもちゃんと決まってますけど、まあ、この農業っていうのはなかなかそういうふうにはいかなくてですね、休みも決まった休みっていうのは、まあ、あまりないですし、ただやればやっただけになる、それはやっぱその農業の面白いところであって、素晴らしいところかなと思いますね。はい、うちはですねトマトは、まあ、周年で1年中作ってるんですけど、このハウスは、まあ、抑制のハウスでカシュートマトなんですね。であと加温をする普通の鉄骨ハウスが、あります。まあ、そちらの方にですね今環境制御の装置の方、まあ大体入っているドットのハウスにも入っているんですけども、まあ、その環境制御をですね使いながらやってるっていうのが、まあ、うちの特徴かなとも思います。あと抑制のこのカシュートマトは、まあ、大体そうですね、7月下旬から、まあ、11月下旬ぐらいまでは収穫するようになってるハウスです。で、まあ、越冬のハウスはですねもうすぐなんですけど8月下旬に定植しまして、まあ、それは11月から翌年の6月までを収穫するようになってます。あ、その間にですね雨よけといって、まあ、6月から、まあ、8月いっぱいぐらいまで の収穫する期間のそのハウスもありますね。それで一年中やってるっていうのが特徴になります。はい、そうですね、まあ、加温するハウスの方が全部で80あるあるんですけど、まあ、全部で 5個に分かれてるんですね。はい、でこのカシュートマトは3軒の、パイプハウスですね、これが今16棟かな16棟並んでます。75メートルのハウスです。はい、まあ、その季節に合ったこの1年中作ってるのでその季節に合ったその品種っていうんですかね、を、まあ、うちではだいたい4から5種ぐらい作ってるんですけど、まあ、その季節に合った品種なのでやっぱり冬場はやはりこう、なるべく基軸させるのでどうだろうな、酸味が少なくどっちかというと甘みが、多いようなそういうトマトを作って、まあでこのカシューの方になるとどうしてもこの赤くなるスピードが速いのでどうしてもこう酸味がねちょっと強くはなるんですけど、でも夏はやっぱりその方がさっぱりしてですね美味しいんですよね。そういうふうに分けてやってます。そうですね、冬場の品種としましては大安吉日っていう面白い名前の品種があるんですけど、それとかですねあと風林火山とかですね、あとは霊気っていうのとあとカレン、っていうのも作ってます。で、まあ、夏場になるとそうですねアニモっていうのと、あとはうちで多く作ってるのはその風林火山のそんな感じですかね。はい、そうですね、やっぱり食べ方としてやっぱそのまま丸かじりが一番おいしいと思いますし、
そうですね、あとはまあ料理に使ってももちろんいいんですけども、まあ、できればその生で食べるっていうのが僕は一番おいしい食べ方なのかなと思います。やっぱ土作り、うちは全部土耕栽培なので、まあ、土作りっていうのは、まあ、とにかく気をつけているところであって、まあ、有機質のものを多く入れて堆肥もたくさん入れますし、まあ、肥料としてもですね、やはり有機質のものを中心に多く使うようにしてます。あとはですね、冬場のその温度管理であったり、水管理、肥配管理、あと湿度、まあ、そういったところのですね、管理をこまめに、気をつけてやるようにしてます。はい、毎年必ず土壌消毒の方はやるようにしてます。太陽熱とか、まあ、そういうこともやってますけども、燻蒸剤を使ってやるようにはしてます。はい、そうですね、肥料に関しては本当に有機質のものを中心に使ってみて、化学肥料もなるべく使わないようにしてますし、まあ、農薬の方もですね、消毒の方もなるべく海藻を減らすような感じで、やってます。あとはIPM ですね、点滴を使って点滴を使ったその防除ですかね、そういうこともやってます。はい、夏のトマトはですね、まあ、まあ何もしなくてもこんなもう暑い中なので、そうですね、やっぱり一番は水ですね、水の管理、これがやっぱ一番で、次はまあもちろん肥配管理ですね、追肥のタイミング、それもあります。あとはもう本当にこのハウスの中は夏場はもう40度を超すぐらいになるので、その暑さ対策ですよね、まあ遮光ネットを使ったり、あとはまあ循環性を回したりとか、まあ、ある程度そういう工夫はしてるんですけども、でもやはりですね、どうしてもやっぱこの暑さがもう35度を超えると花粉が出ないので、まあ、そうすると実がつきづらくなるのでね、そこがちょっと課題というか難しいところです。はい、うちではその周年で1年中トマトが収穫できるで販売しているという、まあ、それは強みかなとも思いますし、あとはですね、まあ、取引先がですね、JA を通して生協の方にも販売してますし、その他JA を通して、スーパーであったり、そういったところにも多く販売してますので、まあ、安定した金額で、販売してるっていうのが僕の強みかなと思います。まあ従業員、そうですね、うちでは外国人実習生をベトナム人なんですけども使っておりますけども、まあ、彼らはまあすごくやってくれますし、そうですね、もう本当家族のように接してですね、やっぱりそういうふうにしてると彼たちも分かってくれてきちんとやってくれるんですよね。そういうところはやっぱり本当深く感謝してますし、はい、これからもうまくやっていきたいなと思っています。農業っていうのは絶対になくらない職業だと思いますし、消費者の方のですね、やっぱ食卓を支えるというそういう使命感を持ってやってると思いますし、やっぱこういうコロナ禍であっても頑張ってそうですね、栽培をしていきたいなと思っております。今後はですね、まあ今の面積、まあ今のところはまあ現状で維持でやっていて、もう最大限にそれの中で今ある設備の中でその最高のその何ていうんですかね、収量を上げるということができてきたら、またちょっと規模拡大をしてとか、まあ、そういうことは考えていますけども、まあ、今のところは現状を維持しながら品質のいいものをですね栽培できるようにこれからも努力していきたいなと思っています。